そうみんなでしてきたと思うんでですよで私はそのレースに、まあ、負け続けたわけなんですけどもこのね最近78年前にいきなりチャンスに乗っかって今ごぼう抜きになったっていうところがあるんですよね。そう考えたら私はたまたま最近のチャンスに乗れましたけどもそれよりも前に土地バブルとか高度経済成長とかねいろんなねチャンスがあったんじゃないかなと思ってるんですよ。だから、えー、と私と同じような年代もしくはちょっと上の方ね チャンスは本当になかかったんだろうかみたいなことを振り返ってみるとあったんじゃないかなと思うんですよね。私もあったわけですから同じ時代を生きてますから同じ国をね。ただそのチャンスが自分にものにできるかどうかっていうのはこれまた時の運だったりその時の巡り合わせだったりチャンスも自分の耳に入らなければ自分の目の前になければ存在しないのと一緒ですからね。うん、でまあいろいろと振り返ってみるとねどんなチャンスがあるかっていうと。 一番最初に話したあのバイト少年の例でもあるように、うん、なんかね勉学ですよねバイトもしたけども結局は学歴をつけて現役で4代入ってそこからもう逆転劇というかすごく、うん、いい有利な立場に立ったわけですよあの確かあれでしょ小野田さんもパソナの関連会社かパソナそのものに入社してるはずなんですよねすごいですよねやっぱりね うん、で勉学で勝つっていうチャンスが私たちには開かれてましたまあでもねあのまともに高校受験も大学受験もしなかったかもしれません私を中心に <laughs> であと勉学が苦手な人はスポーツで勝つっていう道もありましたよね野球とかテニスとかバスケットボールとかやり投げとかいろんなねマニアックなスポーツでもなんか一等血を抜くチャンスってのはあったわけなんですよ、うん、なんかね砲丸投げかなんかみたいな 投げクラブなななんんてほととどの中学と高校いいじゃないですかでも砲丸投げを自力でやってインターハイ出てそこで上位入賞してねそ,それからというものを、あのー、企業の同好会とかから引っ張りだこで結局無試験でそのスポーツ推薦で入社っていう道もあったりとかね、うん、アジア大学なんていうのは一芸入試なんていうのがあって、うん、なんかね日本文学とか舞踊が得意だから入ったとか。 アイドルやっっってるかかから入たたととね、ね <laughs> そんなのもあったりとか、ね、だから人気者になるって道もあったんでしょうね学業で勝つとかスポーツで勝つとか人気者になるとかあとはあいわゆる <laughs> なんかグレたやつがねその道を行ってなそういう軍団にスカウトされて裏の世界を極めるみたいなねで裏の世界から今 YouTuber に出てきてさらにねなんか。 一躍時の人みたいになるみたいなチャンスもあったりとかあとはまあ一番多いのが商売で生きてきたって人ですよね自分で事業を起こしてそれが当たったんで、まあ、堀江さんとかみたいに自分の事業で身を立てる人もいたという、うん、あと会社員でもねスーパーサブっていう立場があるらしいんですよこれはね有能な部下っていう位置づけらしいですこのスーパーサブってのになるととにかくね上司としてはすごく使いやすいまあ出川哲郎みたいな感じで ある時は上司を立ててくれるしある時は部下の不満を受け止めてくれるしかゆ、えー、いところに手が届くで断れない二次会もそいつは来てくれるみたいなねだから能力は高くないんだけども何でもこなしてくれて何でもハイハイやってくれて、えー、泥をかぶってくれるみたいなスーパーサブっていうのは上司にしてみたらね必要不可欠な存在なんですよそういうふうにして自分の地位を築いた人もいるみたいで結局ねいろんなチャンスがあったんじゃないかなと思うんですよそのチャンスの全てを逃すと今40代50代とかで結構きつい あの見入れ収入にななってるのかかうう思ううんでですすけどもどうですかねこれはちょっと私の勝手な思いつきっていうかね決めつけかもしれませんけどもこんなふうにあの振り返ってみたんですよねで私もだから月収1万どころか何度も言いますけどマージャン店の親父ですよ最後は月収マイナス100万ですからね少なくとも私よりも立場がいいはずなんですよ月収14万の方がねでもなんかそのチャンスと言われてるものに あちこちと首突っ込んでいったら、何かが当たるみたいなね。で、何かが当たったみたいな形で、私はアフィリエイトが当たって。今日に至るって感じで、本当にね、なんか。バッターボックスに立って、ぶんぶん振り回していたら、たまたま向こうからバットに当たってきたみたいな感じなんですよね。<laughs> なんか、自分の実力とか、では、とてもないです。これは、あの、自分の努力とかでも、全然ないんですよ。あの、すぐにね、自分が頑張ったから。 あの恵まれないところからスタートして自分が頑張ってここまで来ましたっていう風うな美談に従う人いるんですけどもそれはそれでいいと思いますけども私は逆で自分の努力で何かを成したっていうのはもうまさに自己肯定感の溢れているところだなと思うんで私の場合はあのたまたま持って生まれた才能とねあの体の頑丈さと精神の強さこれはもう完全に持って生まれたものなんですよ自分が培ったものでも何でもなくってそれからなんかうん何ですよね <laughs> 運良く 何かに乗れたみたいなところで自分の実力は全く入ってないなと思うんですよ、まあ、ですので少しでも努力できる人だったら私よりもいい立場に行けると思うんですけどもね私はその努力と頑張るっていうのをやったことがないんでね <laughs> ただなんかそのやってきた量はなぜか知らないけどもどんなに頑張ってる人よりもなんかあるみたいですけども私としてはそれ頑張って積み上げたんじゃなくてなんかやってみたらいつの間にか あの、数が積み上がっていったっていう感じなんです。本当にそうなんですよ。だから、なんかね、あの、千平堂吐いてみたいな表現が私にはないんですよね。腕立て術を1000回やった時も、なんか死んないけど、横でやってやる奴がいるから、負けず嫌いでやったらなんか行ったみたいなところだし、腹筋1000回も同じなんですよ。隣の、まぁ、あ、ちょっと先輩のね、同級生だけども先輩が、腹筋1000回やってるから、ちょっと俺も負けてらんないなと思ったらできたみたいな感じなんですよね。うん、それこそもうヘトヘトになりましたけども。 なんか本当たまたまの人生なんで、うん、そのたまたまの確率を上げることぐらいしか私はね伝えることができないんでだから数やりましょうって話になるんですよね。ここはだから吉谷さんと同じ、えー、結論になるんですよ。ままあ数をやりししょうっっっててことですねじゃあいってらっしゃいら